しんがりは俺に任せろ。危なっ。大丈夫か、ランちゃん。ベイン、よかった。お前無事だったのか。ランちゃん。なぜ団長たちがここに。話せば長いんだけど、ちょっとベイのやつにばったり会ってな。そうか、また団長たちに助けられたのか。ああ、今は細かいことは気にすんなって。ふふ傷の手当てをしますね。ありがとう、ルリア。無様だな、ランスロット。パーシバル、お前までどうして。話は後だ。ひとまずここから撤退するぞ。待ってくれ、陛下や皆を助けないと。バカ者が、そんな体で何ができる。今はおとなしく引いて頭を冷やせ。まあまあ、パーシバルの言うことはもっともだけどさ、仲間を思うランちゃんの気持ちも考えてやってくれよ。却下だ、くだらん。これ以上個人的な感情に流されている場合ではない。考えなしに戻れば、今ここにいる仲間を危険にさらすことも理解できないのか。そんなの俺だってわかってるさ。でもだからってきつい言い方しなくてもいいだろう。ベイン、もう大丈夫だ。すまない、パーシバル。俺が軽率だった。お前の言う通りだ。今はここを脱出することだけを考えよう。ランちゃん、ほら、肩。ありがとう、ベイン。もう追っ手が来たか。パーシバル。あいつらは操られているだけだ。だからくれぐれも。ふん、分かっている。俺にはちょうどいいハンデだ。頼もしいな。俺も一緒に戦おう。ダメだダメだ、ランちゃんは体力が回復するまで休んでてくれ。ああ、こいつもそう言ってるぜ。すまない、みんな。オンに切る。
の刃、もっと集まれ。応援ボルフ、重いし力のするやつはぶっ飛ばす。ネーデバインゴルト、この程度どうってことないさ。しかし、お前ほどの男が手玉に取られるとは。王都で何が起きた？今思えば、ガレスが杯に何かを仕込んでいたのだろうな。なるほど。では、ガレスとイザベラが通じていた線が怪しいということか。ああ、信じたくはないがな。ちょっと待って、てか、叙任式ってもう終わってたろ？ああ、ベインの姿が見えなくて、おかしいとは思っていたんだが。畜生、ランちゃんの晴れ舞台が。いや、でも散々な舞台だったし、むしろお前は来なくてよかったぞ。そんな話はどうでもいい。問題は、奴らの力の源泉が何かということだ。それならパーシバルさんの方が詳しそうでしたけど。おお、そういえば何か知ってそうな口ぶりだったな。俺が知っているのはあのアザについてだ。昔あのアザの模様と同じものが描かれた魔法陣を聖火の書庫で見てな。ウェールズ家でか。ああ、確かあの魔法陣の効力は人々を意のままに操るチャームの力だったはずだが。やれやれ、ゾロゾロと難儀なことだ。ちょっと痛いけど我慢してくれよな。しんがりはこの俺に任せて先に行け。心配すんな、俺がついてる。チャンスを逃すな。悪いけど容赦はしないぜ。消し済みにしてやる。俺の思い知ったか。だだ、はいはい、思い知ったか。格の違いを教えてやろう。だってこれだ。だってだってだ。だってこれだ。死にたい奴はどいつだ。やったか。この程度どうってことないさ。何をしている！早くランスロットを捕まえろ！イザベラ様、少しだけ休息を。く
こが、どいつもこいつも役立たずだな。もういい。だったら私の力で捕らえてやる。待ってろよ、ランスロット。この地下通路を抜けた先はさ、確か王都のそばの森なんだけど、その近くにばあちゃんの村があって、そこに身を隠そうと思うんだけど、どうかな。ああ、あのご婦人の、それはいい考えだな。どこでもいい。それより出口はまだか。そうだな、ここまで来れば出口はもうすぐだ。よし、ここまで来たらあと少しだぜ。ありがとう、みんな。おかげで少し楽になった。まだ気を緩めるな。いつ敵の追撃があるかわからん。今までのやつとは違うようだな。団長、油断するなよ。ランちゃんは後ろに下がっててくれ。もう大丈夫だ、ベイ。ランちゃん、俺も一緒に戦える。みんな、俺に力を貸してくれ。あ、分かったぜ。足手まといになるなよ、ランスロット。迎え撃つぞ。不覚を取ったが、俺はまだ戦える。さあ、共に参ろう。団長、巻き込んでしまってすまない。